ワールドビレッジ静岡を立ち上げをしたものなんですけども、はい、立ち上げた時にあった、本当にあった怖い話というか、まずにどうすれば怖くなるかという最後の方にお話ししますけれども、どういうことが、立ち上げに際してどういうことがあったかというお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、名前、コナヤリオと申します。ワールドベンチ静岡の運営メンバー です、ね、ワールドプレス歴 2.8 の終わりのあたり 2.9 の初めの頃から携わっています。で、株式会社アシタンという会社で働いています。よろしくお願いします。今早速本題に入っていきますけれども、皆さん今日キャンプ参加してみて面白いな、いいな、面白いなと思った方ちょっと手挙げてください。じゃあベンチいいな、ベンチは今の話を聞いてみて、ベンチいいな、うちの地域じゃないんだよなって思ったから。そんなに地域がないです。やってるところが多いから。じゃあベンチがないんだったら立ち上げてみればいいじゃないって話になる。立ち上げてみてください。まあ、早速、ちょっと唐突なんですけども、コミュニティ立ち上げるまでの流れっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。でまずは、さまざまな地域の勉強会、キャンプも含めていろんな地域 のベンチ、ワールドベンチに参加をしてみると。次はですね、参加してみて、こういうふうにしていきたいなというふうに、ある程度目標というか、そういうものが見えてきたら、自分の地域で協力してもらえる人を探して、募集をする。その次に、その人たちと集まって方向性なんかを決めて、意識を方向性などを決めていく、この3つがとりあえずできればいいんではないかなと思っています。で私の場合なんですけれども、この当時は静岡なかったので、主に東京とか名古屋、あとは長野は、静岡立ち上げた後ですね、要はだから東京と名古屋の勉強会、ワールドベンチに主に参加していまして、で2011年の先ほどワールドビーチって話がありましたけれども、ワールドビーチ名古屋に参加した際にですね、東京の運営のメンバー、ワールドビーチ東京の運営のメンバーの方に、ちょっと静岡もちょっとやってみたいけど、ないんで、やってみたいとか参加してみたいけど、ないんですよねって話をしたら、じゃあ、立ち上げてみたらいいんじゃないっていうふうに言われまして、そういうお返事を受けて、それでも、じゃあ誰でも立ち上げることができるんだっていうのが分かったんで、ある意味軽いノリで立ち上げを決意しました。で先ほどもお話ししましたけども、その立ち上げの時にも人を募集する。で、知り合いに直接声をかけると。あとはツイッターとかフェイスブック、オンライン上でですね、募集をする。あとは、私がやったのはこの2つ。あと、私はやらなかったんですけども、せっかく皆さんこの場にいますので、もし立ち上げをしてみたいなって思う方、ここ、ワールドキャンプの会場で同じ地域の人を探して立ち上げてみませんかみたいな声をかけてみる。というのを一つ見ている方法ではないかなと思います。で、その後方向性の意識合わせですね。で開催頻度を決める。あとどんな勉強会にしていくかというのを決める。この辺りは当然やっていくことだと思うんですけども、その後他にですね、この辺り運営メンバーを固定にしないとか、誰かに運営を任せきりにしないとか、その後この辺りは結構重要になってくるので、この辺りも決まり事としてですね、決めていったらいいんではないかなと、言った方がいいんではないかなと思います。で私の静岡の立ち上げ当時なんですけれども、ここまでは準備があった。しかしちょっと不穏な空気になってきました。役割分担はしっかりしないといけないなと思った時間のことがありまして、1回目のワールドベンチ静岡をやった時にですね、私が補起人だからっていうことで、他の運営メンバーから全部任されてしまったというか、やってよって言われるんで、じゃあやりますよって言って引き受けてしまったんですね。でそれがよくなく、会場予約とか準備とか、あと運営、当日の司会もですね、全部私がやってしまったんです。でこれがよくなかった。でこの1回目の数ヶ月後にですね、2回目をやったんですけども、この時に登壇をしてくれた方が、せっかくだったら静岡、地元の人に登壇をしてもらいたかったんですけども、
静岡でやるよっていうふうに声をかけたら、福岡の方からわざわざ登壇しますよっていうふうに言ってくれる方がいて、まあ、九州の方から、東海の方まで飛んできてくれて話をしてくれるっていう経緯のことがありました。でこの時の私の立場なんですけれども、仲間内メンバーのメンバーの間で、メンバーというか運営メンバーの間ではリーダーっていうふうに呼ばれていて、いやガードベンチにっていうのは本当はリーダーという存在がないはずなんですね。ないというか、一応そのトリマートの役をする人はいるんですけれども、それをリーダーっていうふうに呼ぶっていうことは、リーダーっていうふうに仕立てるっていうことはしないのは決まりというかいいんではないかなと。で他のメンバーは、運営メンバーは当日の受付のみの担当という状態になってまして、これは良くないなという、で良くないなと思ったので反省会を開催しました。Facebook のグループ上でね、オンライン上で反省会をしました。そしたらその反応が忙しいからとか、あなたならできるでしょう、で待って誰かに任せにしないって決めたいよね、リーダーの任せに、え待って、だからリーダーは存在しないんだ、この主に3つちょっと突っ込みどころが、もっと他には本当にあったんですけど、主にこの3つが突っ込みどころとして存在してまして、まあ、しかしてこの人たちが肩書きが運営っていう肩書きが欲しいだけなんじゃないかっていう思いが出てきまして、でまあ、運営は偉いっていう考え方がそもそもの間違いで、コミュニティを運営することで肩書きを得るということはないんです。で何が言いたい、どういうことかというと、例えばその名刺に運営やってますって書いたとしても、ですね、あすごいですねって言われるだけでそれでおしまいです。だからそういう考え方をしている勉強会というのは面白くならないと思うし続かないと思います。でだからどうしたらいいかというと、今静岡の現状なんですけれども、役割分担をしっかり決めました。会場を決める会場選定とか予約をする人、あと運営、設営ですね、をする人、あと司会をする人、あと全体を見渡す人、この主に4つあたりですね、役割分担をしまして、運営をしていくというふうに決めました。でそういう、 こう役割分担をするっていうことが、こう何に関しても同じですけれども、コミュニティを動かすっていうところでは重要なところだと思うので、はい、今は思っています。どうすれば面白い勉強会にできるかっていうところなんですけれども、先ほども言いました役割分担できることは分担すると。コミュニティを仕事として考え、仕事として考えるっていうことは悪いことではないんですけども、イコールにしないってことでですね、コミュニティ活動の中でじゃあ仕事を取ってこようと、そういう話、そういう考え方はしないってことです。誰かに任せる気にしない、これ結構今の数分の中で結構言ってますけども、大事なことなんです。3回でやっぱり他のどういうふうにしていったらいいんだろうというふうに迷い始めたら、他の地域の勉強会にもう一回参加してみると、そういったところをしていけばいいかなと思います。で、何が言いたいかといいますと、難しく考えずに自分が面白いと思うことをやってみる。いろんな人、先月って書いてますけども、ベンチ、ガードベンチを他の地域のガードベンチを、やっている方とか、あとそうでなくても自分の周りで登壇してもらえませんかみたいな声をかけてみたりと、そういうふうに助けを求めて運営をしていけるものではないかなというふうには今考えてますので、ぜひもしこう運営迷ってるっていうことがある地域の方は、もう一回こういうふうにちょっと見直すっていうんですかね、やってみてはいかどうかなと思います。ちなみに今の静岡なんですけれども、メンバーが入れ替わりました。で、だからやりたいことを、やりたいと思ったことをできます。で、どういう、何を、これ去年の例なんですけれども、静岡だとですね、年に1回ほどのペースで、ベンチをやっています。で、去年ですね、静岡県の沼津市で、こういうことをやりました。
2日間の開催で、そうですね、ワールドベンチと、こんなんとか、はい、あと、まあ、下から読んでますけど、まあ、コンクリートウェアですね、の富士ユーザーグループっていう、はい、あと、これはちょっと、CMS だけっていう話ではないんですけど、ウェブ制作者のためのサーバー協会っていうのを、やりました。これを2日間でみっちりやると、みっちりやって、その中で、ワールドベンチ静岡っていうのを、第4回ワールドベンチ静岡っていうのをやってます。で、このワールドベンチ静岡に限って言いますと、これまでの枠にとらわれない形でのベンチを開催っていうことができたので、まあ、そうですね、まあ、満足っていうとあれですけども、まあ、満足、良かったんじゃないかなと思います。で、どういうことをしたかっていうと、地元の出身、ようやく、これ第4回になって、ようやく地元の出身のウェブの人に、登壇をしてもらえた。あとは、これは地元の人ではないんですけれども、ウェブ解析についてゲスト講師を招いてセッションをしていただいた。あと、ワールドカフェ形式っていう形式で参加者が聞くだけではね、アンカーファンにすごいすることができた。で、これで結構、ですね、40人超 の, 参加者に来ていただけたので、まあ、大成功ではしたんではないかなと思います。要はですね、面白い企画を考えてみて、とにかくこんなことをしてみたら面白いんではないかっていうことをどん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 案を出していく。で、まあ、それでやってみて、ダメだったところがあったとしても、それは失敗しちゃったっていうふうに捉えずに、まあ、その失敗を次に生かすっていうところですね。を、いろんなところで同じような自己啓発みたいなことをしてる、話をしてるところもありますけれども、要はやっぱりそこに行き着くんではないかなと思います。勉強会を開催したいって、まあ、ベンチに限らずですけど、勉強会を開催したいって思っている方、企画をどんどん考えていってください。で、さっき夏水さんが、で地元の枠、山梨の枠、作ってみました、最初に作っちゃいましたっていうふうに言ってます、言って、おっしゃってましたけれども、静岡まだ枠いませんので、いろいろ案はあるんですけども、富士山は避けられたし、お茶もちょっとどっかにドライブしちゃったしみたいな、そういう感じなので、募集をしています。絶賛大募集中です。よろしくお願いします。で、ご清聴ありがとうございました。さっき紹介しましたベンチ静岡の雰囲気、第4回のベンチ静岡の雰囲気なんですけども、こんな感じで綺麗なところですね。どこかで見たことある人が何人かで、こんな感じで、これがさっきワールドカフェっていうものですね、はい、模造紙にどんどん案っていうか出てきたものを書いていって、それをまとめて最終的にはそれを前に出て発表する、そういう形式のアンカフェです。で、これが最後集合写真です。もっとこれは一部の人なんですよね。本当はもっとたくさん集まってくれたので、まあ、大成功だったんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございます。